本日は和塚町で取材。ただいま弥勒磨崖仏に向けて歩いております。今日の引率者山崎さんです。山崎です。よろしくお願いします。でこっちが山崎です。ご覧の提供でお送りさせていただきます。それ何を僕らの YouTube チャンネルに。めっちゃ綺麗。光があると。川が来る。川飛びの。見て、あれ凍ってる。いや。猿。逃げた。映り込んでしまいました。僕の背中にドラクエ、ドラクエ、そっちか。ドラクエよ、ドラクエ。見てください、あそこにお分かりいただけただろうか。その時特配の見たものは形式ですね。やるよ。ルミックス S5。 第2拠点和塚茶カフェで到着。あ、でもまたここ、これ入るんですよね。そうなんです。直売所かな。はい。これができない。直売所。これができたら、はい、なんか多分撮影をっていう話がその時出るかも。直売所です。ここが和塚茶カフェで次の撮影するとか、ここやみたいな見えるかな。黄色奥にあるあの建物。新聞。これ木崎さんのやつでこれ。多分自動で。ほんま。いやつけてます。マスクをつけてください。つけてください、木崎さん。表面温度正常。表面温度正常。マスクをつけてください。表面温度正常。ほんま。十分。マスクをつけてください。マスクをつけてください。つけてます。いざ天空カフェに向かって登山。緑泉群、緑泉のコース。水泳みたいな。第7のコース。第7のコース。最後の階段めっちゃ急なんですけど。やばいな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。この景色は綺麗。目的地そこ。こっち向きに、あ、ごめんなさい。体を入れ替えてもらっていいですか。はい。
わずかがこっち向いてない。オッケー。天空カフェの撮影終了。ありがとう天空カフェ。さらば天空カフェ。今からこれやります。わずかそう。ログハウスがある。止まってるのかは知らない。で、ログハウス。このなんかこのまま昔やけど、この時をわざと取った記憶がある。ああ、時計。うん、めっちゃ綺麗だった。鍋に火つけてもらって湯気出してもらう？ここの。まあ、そうしようか。ね。ちょっとだけ。はい。すいません。これちょっとアップ取ってお肉かぶらすとかないです。薬徳ということでですね、わずかそうの季節の、何でしたっけ？季節のランチ。今ちょっと料理長がもう一品ここ温めてくれてはるんです。これめっちゃいいニュース。これチーズと牛肉ですよね。そうです。ですよね。とトマト。トマト。はい。わずかごさんが面白いって引き出しになってて。おお。おおますね。ちょ一気にこっちの興味を全部後でいただきます。薬徳です。薬徳です。いただきます。それがもうね、今改めました。あ、これで行きます。はい、小崎さん何か食べられます？食べてください、どうぞどうぞ。こういうのいるんかな。インサート。インサート。ゆっくりゆっくり。もうちょっと、はいはいはい。ちょっと。はい、あ、じゃあ正面。いただきます。はい。うん。味の宝石箱や。僕の鼻についてるこのプラスチック気になると思いますけど、これはとりあえず置いといて。置いといて。なんでしょうね、このチーズとトマトのこの程よい酸味と、この出汁のちょっとほんのりとした甘さと、で香りはちょっとこう、なんていうのかな、チーズの香りがこうトマトでこうふわっと中和されてるような、そんな味が、そんな味がしますね。現場から以上です。まで。次じゃあこの山椒ご飯いただきます。山椒ご飯。あ、分かった。あの しめじやね。しめじじゃないか。しいたけ的な。しじみ。しじみか。うん。単純に言って美味しい。ありがとうございます。いただきます。じゃあ次こちら。全部いきます。もう全部いきます。山上さん、はい、これ何のお魚か分かります？このお魚、何やろ。これ何ですね。ブリ。
なんかブリっぽいね、切り身の感じは、うん、このブリミートミートわかる？ブリがミートに出会った、うんうん、ブリミートミートブリミートミート、うん、あブリがミート出会ったってこと？ちょ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 、ブリがミートソースとミート、あそういうことね。ね、ブリがミート、いやこれはもう何やろ、端的に言って新しい、端的に言って新しい、自分の人生の中ではね。なるほど、何かミートソースとブリがこんなに合うとは思えなかったね。ほんとそれでブリじゃなかったの？字幕にあの卵とほざいてますけどサワラでしたとか書いてあったありえますかね。じゃあこれは、いやこれはじゃないわ、もう分からんやつはこれをいただきます。うん、前菜ね、前菜おいしい、おいしい、もうおいしい。うん、あともうあとこの辺とかね、これはもう天ぷらというか素揚げ、素揚げやね、多分誘い芋系かな、うん、このカレー塩、うん、あカレーや、カレー塩、うん、今どこに来てるんやったっけ？わずかそうです、はい、わずかそうの撮影、ちょっとシャーベット溶けてまうわ。とりあえず食べようか、はい、丸田くんはの午前の午前です、俺の午前で食べると午前本前で、おはようございます、ただいま駅坂上り中、やばい、これはあかん、よいしょ、撮影三昧の続きです。今から村の、まあ、今日は村今日でどうぞ。あ、ちなみに今あの GoPro にメディアモジュラーをつけて内側にねマイクを振ってます。だから今までの GoPro じゃねえわ、 GoPro かGoPro の映像よりも多少音声がちゃんと乗ってることを期待しつつ、とりあえず喋ってみております。喋っております。いや、じゃあさっきのくだりどうぞ。今日はね、今から道仙堡という上の地域に上がっていくんですが、その後が、あ、これです、南山小川の道の駅に新しくできたホテルの取材がこの次に入っております。で、なんか3月の2日あたりにメディア公開はされたらしいんですけど、おそらく行政の依頼で初めて入る取材になるのではないかと。で、広報の関係の方もついてくれるらしいんで、なんかいろいろ見ながら行けるんじゃないかなと思いながら、まず山の上に上がっております。まあ、いわゆる一般人として、一般人としておそらく、まあ、初じゃないにせよ、まあ、オープン前に入れる、だからオープン前はオープン前で入る機会がパブリック的にはあるけれどもっていう話なんです。そうですね、だから贅沢な内覧会です。僕たち2人に高校の担当者っていう、つぶっていうね。で、まあマリオット様、マリオット様、ちょっともう、はいはいはいっつって、はいはいっつって、そんなことするわけないけど、そんなことしないけど、そんなことも言うてきはる
まあ先方のイメージっていうのはもう固まってるからね。そうですね。まあそれはまあそれで撮っていきます。その前にや、あ、同線棒で、GBA の肉かな、 GBA の肉を主に販売されているお店になったのかな、はいはい、方のところにただいま向かっております。ちなみにあの前を走ってるあの車は我らが引率安倍先生でございます。あの安倍さんを知らない方は全然前回ぐらいの動画をご覧ください。もう以降安倍さんで行く。はい、安倍さん。されなきよう、競技の方に参加していただければと思います。ゾンガイ、皆様におかれましょう。ゾンガイ財務大臣、財務大臣とあの情報が掃除してるっていう結果の決意でありましてですね、あの今回のなんて聞こえないよ。なのかでもう分かってんじゃないの。財務大臣あれやったよね、あの、なんかな、こう政府の借金は政府の借金じゃないみたいなコメントをね、昔なるかしてあったと思うんだけど、はいはいはい、最近なんか給付金どうとかっていう取材を受けた時に、うん、君は子供の世代に負担を負わせるのかねって言ってた。給付金につきましては今回は配布するということは考えてません。あなたはこう我が国家のこの社会にもよこの赤字っていうのをちゃんとご理解されて、その指導されちゃうかどうか甚だ疑問ですね。しゃくれって言ったら5部屋あるけど、角度ついてるかって言われたら角度はついてるんだ。なるほど、うん、このなんかなんていうの、噛み合わせがちょっとずれてる。あ、そうそう、結構淡々と喋るはめに淡々と喋る、うん、声もそんな高かったかどうかわからない。次誰でいく、我が国の前、我が国の前総理大臣、前総理大臣の安倍晋三でございます。あのですね、いや、いや、晋三さんの総理大臣さん、あの、一緒やないか、一緒やんけ、あのですね、あの田中さん、これ聞こえ、
ちょっと次ちょっと困っておりございましてね、ソーリー。あ、じゃあそれ先生。それどっちかや。それどっちかや。その女性の金のどっちかや。ソーリーやね。なんか面白いものまで来ないかな。私の優先改革に反対する議員は、同じ政党であっても同伴だ。打ち切れ。自民党はぶっ壊してですね。だからね、郵政の民営化の是非はどうあれ、面白い総理大臣があってるね。最高やった。感動したね。感動したね。小泉進次郎さんは感動した。途中でどっかで買ったもん、まだループせずに行くとかあるかも。おばさん。ババ。そら、もうちょっとずつ。そうか。青空。遊ばじ夏の名残を映す水面へ放つ強い遠く叶わなくとも果てなくて獅子の顔やはりここでしたか。ワンちゃんが今回の装備は XT4 と S5 とで中にブラックマジックポケットシネマカメラ6で。まあちゃうけどめっちゃ綺麗で。今Vlog のちょっとなんかかなりシネマティックなやつで撮ってる。階段からのアメさん。今回も撮る。あれかレッグマーシャーもあるのか。これちょっと太りすぎ。実際はこんなに丸くない。もうちょっと顔が足るんで。もうだから こっからこういったらまだ。生きてほんまやんね。ゼマイノシシです。生きてるみたい。
三の股というサイズを言われている鹿だそうです。あ、股ぞって言われるの。股ぞ。シカイノシシ。あ、洋平くんや。パチ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 って鳴らすんです。だからそれが怖いらしいですよ。なんか鳴らし、威嚇しながら歯を漕いでるみたいな。そうそう。これ、オスだけですか？オスだよ。オスだけよ。メスは全然牙ないからね。あ、そうなんですね。メスは噛むんですよ。なるほど。メスはこんなところで噛むんですよ。噛みつきにくい。オスが怖い、ね。オスが怖い。僕あれ下から一本ピュって生えてるだけだと思ってます。こう下の牙生えてる。で上があんな風にね、あの横からちょうど下の牙と上の牙がこう擦り合わすようになってる。だからこれをあのビシビシビシって言ってなんか妙な音するらしいけど、それで飛ぶみたいでね。怖いですね。それで噛みに来るんですね。そう。それでつくんですよ。これは。あ、つきに来るんですか。つくに来る。だから犬でもこんなとこピュッと疲れたりね。なるほど、なるほど。疲れたり。うん、一匹。なんか何でしたっけ、こう。お腹疲れて刺されてこうバッタ開けられるみたいなことですよね。そうそうそう、こう口で入れてこうしよるから。そうですね。でこれでピュッとこうかけるみたいでね。へえ。そう。掘り上げられるよ犬が。へえ、うん。もうこれで鼻でもうピャーっとね。犬、うんうん、ポーンと掘り上げて犬中持ってるみたいですよ。怖い。怖い。イノシシの怖さ。絶対舐めたらダメですね。まずね、うん、まず牙あるやつかどうかまず見極めてから動かなかったですね。牙ないやつでも突進されたな。マジであんなですもんね。あの軽トラぐらいで廃車にしますもんね。あの正面衝突で当たったら。そうでしょ。うん。うちのそれこそあの登ってきたあの道でもね、はい、昔はよくこの獅子とか鹿が出てね、はい、私も一回この鹿に当たられたことあって、あ、もう横から急にポンと出てくるからね、はいはい、前の方に見えたらブレーキ踏んで様子見てんねんけど、はい、真横から飛んで出てくるのね、はい、うん、だからもうブレーキ踏んだら遅いし、もう気付いた時にはボーンと当たってるしって、めっちゃへこみますもんね、うん、そう、あれだけはもうね、あの自己自己破産せなしゃねんから自分で直さなしゃねん、そうですね、保険金、うん、保険金がないしね、もうしゃない自損の保険入ってへんかったらね、やってくれへんし、だからどうせの人はもうちょこちょこそんな人はいるわ、いはる、うん、新車でやってられてもうさっぱりや言うてる人もいはったし、うん、車両保険入ってたらまだね、先生、うん、10年とかやったらいいかな、軽トラみたいな、まあまあ入ってないからね皆さん、そうですよね、軽トラはね、軽トラで車両は入れへん、入らへんですもんね、ね、大体入らへんわ、すいません、お邪魔しました。いえいえ、ありがとうございました。どうもご苦労様でした。ありがとうございます。いやー、獅子肉うまかったな。あ、美味しかった。あったな。そちらの映像少しだけどうぞ。いただける。映像の方にでもちょっと入れたくない。ありがとうございます。すみません。撮影に使ったお肉をいただけることに、横畑さんの獅子肉を横畑さんの手によっていただくという贅沢な時間の始まりでございます。だからもうそんな帰れとは言われへんしね、もう閉店です、帰ってくださいとも言われへんからね、もう眠たいし帰ってって、もう時間が自由や言うの言ってたからね、もう何時まででも結構ですよ言ってたから、それが自由やからって余計に来てくれる、普通は3時間ぐらいでね、そうですね、でしょ、そうですね、だからそういうのはなかったからね、半身、はい、回してもらったわ、イノシシ取れないから、うん、場所とかで味とか変わる、まあ変わるけど、まあ通の人はバラの部分が好きな人が多い、はい、でもまあ町の人の食べたことないような人は、はい、女の方はこういう油を見るといや油がふたりってこういうのなんだけどね、でもこの獅子はこの油が美味しいんですよ、うん、ジビエの油って多分またあれですよね、これはね、もう全然コレステロール止まらない、へ、まだ血液をサラサラにするっていうね、はい、すごいそういうあの効果があるんです、へ、
だから牛は、はい、もう脂身のところを遠慮なく食べてください。あ、なるほど。だから牛の脂のようにとろっとなって柔らかくならないでしょ。プチプチっとなってね。まだかさ高くなるような感じになるからね。すごくだからいいのよ。だから食べてちょうだい。はい、ありがとうございます。じゃあこの脂のところを。油のところ脂身は今食べないとダメです。はい、宝石箱や言って、うーん、わざわざ出ますよ、はい、どうぞ宝石箱やもう100パクリじゃないですか、100点のパクリ、100使われる、うん、うん、あっさりしてますね、確かに。うん、ジュエリーボックスやじゃあいただきまーす、はい、どうぞ。まっ、で塊をつるしてあるけど、はい、そんな状態で軒下につるはったみたい、でそれをいるだけ今日はこうこんだけ食べようかいっていうので、はい、ナイフで削って、でそれを食べはったみたいからね、冷凍庫とかいうそういうのがない時代、はい、だからその頃に食べた人はイノシシは臭い、ああ、ね、なるほどなるほど、あの印象があったみたい、だからその印象がこう強く残っちゃってる、そうそうそう、それが残っててね、どんどん伝わって伝わって、はい、だから食べたことのない人はイノシシって臭いんでしょって言う人がいる、全然臭くないですもんね、そうでしょうね、ほんまにちょっともんっていうふうにね言ったみたいです、だからそのイノシシの大きさは今でもあの何度もんや三度か四度かとかいうふうにね、言わはるんですよ、大きさはね、大きさの表現、だから、まあ、何キロっていうのはもちろん現代はみんな何キロぐらいっていうのはね、言いますけど、一応そういうのは今でも三足もんや五足もんや、もうあれはもう六足やとかね、言うんです。で鹿が角の股の数で言うと、そう、鹿は角の股の大きさね、まあ、メスは角がないからね、だからまあメスは何キロぐらいやとかね、まあ面白いですね、それも。ってな感じですよ。なかなかやっぱあれやね、作ってる人が、作ってる人がというか、ちゃんと解体し、までしてね、精肉してある人から話聞きながら食べると、勉強にもなるし、まあね、美味しいですよね。で、まあその、動画においては繰り返しにならへんけど、その今自分が住んでるところの何軒かこう手前に同じようにこうジビエの漁をやってる人がいてて、でその人がこう、まあちょっとだけちょっとグロい話になるんで聞きたくない方はちょっとここで何秒間か飛ばしてもらってあれやけど、そのイノシシねがその罠にかかってるシーンを携帯で持ってきはって、軽トラ乗って、でこれほらっつって今日あのかかってたやつや、まあ、ちなみに言うとその獣害があるからやってるんであって、でその獣害やからといってそのまあなんていうか処分して食べないんじゃなくて食べるがジビエやからね、そうでその罠にかかってたんやこれ今っつって、で動画携帯の動画こう見せてくるわけです。であーすごいっすねっつって、ほんでそれがこれや言うてもケントラの後ろをバーンってやったらこうでまだあのさばいて持ってきてるわっつって、リアルクッキューピー3本か、そう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 、あの1そのなんか自分のこの口に入るまで1日っていうあの12時間経ってない、ね、そういう状況で食べさせてもらったりとかもしつつ、まあ、それぐらいこうこのソーラー部分にとってはポピュラーというか自然と自然、ね、そうなるということで、やっぱりちゃんとこうね、丸田君が今言ったみたいにその取った人がこう血をちゃんと抜いて処理したその獅子肉とか鹿肉
まあうまいこと。でこだわりを感じるよねやっぱり。うん、さっきの横畑さんもね言うてはったけど、やっぱその油の質がやっぱりその牛肉とはやっぱ全然違くて、そのなんていうかな、油まコレステロールにならない、なりにくい。完璧。善玉コレステロールっていうかな。コレステロールなんか増えないよって言ってたね。そう言ってたし、まあ、食ってもそんななんか。なんか牛肉とかやったらもうええわっていう年になってきたけど、まあ、英語とかね、そうそう、まあきついわってな、何が英語なんやろかって思うけど、アルファベットかみたいな、あ英語ねみたいな、イングリッシュですかみたいな、そんな感じになるけど、確かになんかもう肉を食べてる時の油の感じはちょっとさらっとしてたような感じ、ね、そうそう、言うて今まだ午前中やけどね、まあみんなおのおの10切れくらいかな、うん、食べたけど全然、まあ、うまいよね、おいしいっす、うまい、おいしいっす、ほんまにうまいから、うん、何にも臭いことはないし、何にも硬いことはないし、なんかもうめっちゃ過去の風評被害みたいなこと言ってあったね、うん、まあ、言ってたな、臭いっていうのは、だからそれはなんか昔の話で、なんかそもそもその食べるを想定してない時期のその噂というかね、そのとクオリティがそのまま来てるという、まあ、食肉処理されてなかったということでね。じゃあ次の場所に向かうために一回ちょっと帰ってきたんで、次の場所に向かいます。お疲れ様です。